所沢周期練習3日目スタート。振り返って、まあ、いいシーズンだったと思いますし、去年中継ぎやってた時よりは、まあ、しっかり、なんていうんですかね、まあ、チームに貢献できたかなと思います。まあ、2週間近く、まあ、体を休めたので、まあ、次はしっかりトレーニングして、まあ、来年に向けて、もっと、なんていうんですかね、まあ、体を、強くしていきたいなという感じですね。やっぱりなんか先発として1年回ってみてだいぶ慣れも出てきたので、もっといい成績残せるように、まあそうですね、していきたいなと思います。はい、そうですね、まあ、オフシーズンに入って、まあ、なかなか野球ないと思うんですけど、引き続き興味持ってもらえたらなと思います。はい、また来年も頑張りますのでよろしくお願いします。いけるとこまででいいよ、無理やり。反動使わない、反動使わない、反動使わない。はい、大きく大で、あーあー、いい平はい、中に戻して平らいい、やりすぎたと初めてちゃんとやってるの見た、平らが。いや、巻いちゃった、広げすぎた。こうしたら、こうしたら、文字引っ張るか。はい、左右に振って、高さ一緒ね、高さ一緒、ゆっくり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 。ティーラ、ティーラどうした。いいぞ、ケツ落ちすぎ、ストレッチしてる、ケツ落ちすぎ、ストレッチしてる、ストレッチしてる。さすが、仲良しやな。オーケー。引っ張り合って。ちょっと棒が入ってる。お前ら日チームってあれですか、そっち側の練習メニューと。やめてください、マジで。それ言うのマジ、三浦と翔平さんだけ。アイス笑い100です。アイス笑い警察。壊れました。ちょっと流してください。超いい。お疲れ様でした。失礼した。ブランド選手です。お疲れ様でした。お疲れ。今日一日どうでしたか。今日一日どうでしたか。いい笑顔です、ブランド選手。あ、広野選手お疲れ様です。ありがとうございました。今日一日どうでしたか。そうですね、本当に毎日充実して最高の練習ができてます。本気のキャンプに向けてどうですか。はい、別件さんと切磋琢磨して頑張りたいと思います。もうってお前。お疲れ様です。お疲れさ
はよボール拾えよ。食事先です。上で行きます。腹ばっか取ったったわ、腹。腹ドアップしといて。